ガンダムファイト、レディーゴー。何の用だすよ。我々が商売の邪魔をしたら、へそを曲げていたのではなかったのか。双剣は全然許してねえ。だが今はこう片付けるのが先だ。行くぞ。すごいエネルギーの竜巻、あれをガンダムファイターだ。ガンダムによる闘争において最小にして最大の戦いだ。どうしてここに。あの戦いはたった2機のモビルファイター、ゴッドガンダムとマスターガンダムによるものだ。戦闘行為が成り立つ最小単位だよね。でも最大っていうのは。彼らは戦争をしている。正解だ。戦争の中心には必ずガンダムがいる。そして今終戦を迎えようとしているのだ。どうしてデビルガンダムをめぐる戦いが起きたのか、その記録が私の仕事だ。そしてガンダムファイト史上に残る最大の戦いの中で戦争の本質が見える。ちょっとどうしたの、マスターメガネ。エラー、本人格に当該事項に対する発言権限はありません。あなた、さらに人格の強制を受けてるんじゃ。俺のことだ、気にするな。もっと重要なことがある。生死では機能停止しているはずのデビルガンダム細胞が活性化している。ブレイク現象によるデータのズレ、デスアーミーが点在してるのはそういうことか。行きましょう、あの竜巻のもとへ。ハーメス、小隊長に付き合ってもらうわよ。無論だ。東方腐敗、今日こそあんたを倒してみせる。つけ上がるな。ヒギ、十二王砲パイ大射兵。くそ、こんな時に。今師匠が。東方先生は不治の病に侵されているんだよ。それゆえに彼はデビルガンダムの生体ユニットにはなれない。だからこそ最後の爪を他人、弟子と見込んだ男とその兄に託さざるを得なかったという。ふん、弟子が師匠にかなうわけあるまい。わしが身をもって教えてくれるわ。黙れ、言ったはずだ。お前を二度と師匠とは思わないと。東方腐敗。近いよ、急いで。デスアーミーの反応だと。いかにも体勢を回復する。そこ、決める。
しているのだよ。 ここからは乱戦になりそうなのだがね。 デビルガンダム? まさか! 貴様ら誰一人として ここからは逃がさん。 俺は逃げも隠れもしない。 ミッションエラー。 史実とのズレを確認。
ブレイク修正処理を最優先してください。バグメガネ黙って。ドモンさん、バトルロイヤルです。数が増えようとも俺は負けん。ターゲットストークリン、今こそ修行の成果を見せてやる。東方腐敗、今日こそあんたを倒してみせる。つくづく人間とは救い難い生き物よ。東方腐敗、お前の好きにはさせん。まだわからんのか、このわしの気持ちが。あんたのやろうとしていることは人殺しに過ぎん。うつけ者が。東方腐敗、あんたは間違っている。なんだと。なぜならば、あんたが抹殺しようとする人類もまた天然自然の中から生まれたもの、いわば地球の一部。それを忘れて何が自然の、地球の再生だ。そう、共に生き続ける人類を抹殺しての理想郷など愚の骨頂。ならばわしが正しいか、お前が正しいか、決着をつけてくれるわ。おお、キングオブハートの名にかけて。体勢を回復する。また牛乳崩壊大射撃。くそ、まだと病気だ。いや、なかなか関波天鏡ゴッドフィンガー。よし、今こそお前は本物のキングオブハート。you